柏原君、はい、今回のトークテーマは何ですか？那須さん、400試合出場されているという中で、はい、記憶に残る試合、ベスト3。じゃあ、まあ、まず第3位。柏レイソルの時に、2012年ですか、はい、在籍時に天皇杯優勝したんですけど、はい、その試合というか、天皇杯、何回勝ったっけな、3回ぐらいで決勝行ったのかな、そのね、全部が記憶に残ってる、天皇杯の道筋が。へえ、うん。というのも、3回戦か4回戦忘れたけど、はい、大宮との試合だったんですよ、はい、で、その時僕、アンカーって言って、ミッドフィールダーの、守備的ミッドフィールダーの位置を取ってたんですよ、はい、まあ、そこで前半プレーしてたんですけど、うちがね、前半 0-2 で負けんのかな、はい、で、その前半途中に僕がその右サイドバックに監督が行けって言われて、右サイドバックの選手が交代して、まあ調子良くなかったのもあって、僕が右サイドバック行ったんですよ、はい、で、そこでちょっとずつね、チームが流れが変わって、後半1点すぐ取り返すのかな、1点取り返して、で、後半、70分、80分に2点目同点に追いついて、で、最後、終了間際だったと思うんですけど、あの、自分のクロスから、アーリークロス、はい、まあ、アーリークロスって、あの、動画で何本か上げてるから分かるかもしれないですけど、アーリークロスから工藤選手が決勝ゴール決めてくれるんですよ、はい、で、そこがきっかけっていうか、まあ、きっかけっていうか、まあ、自分がきっかけでもないんだけど、もちろんチームのおかげなんだけど、自分のアシストもあって、それで勝てて、そこから決勝がガンバとだったんですけど、はい、ガンバも 0-1 で勝ち、で、そこで優勝できるんですけど、はい、その時ね、元旦に決勝なんですよ、なんですけど、その年内に浦和に移籍することが決まってたんですよ、はい、で、もちろんネルシーニョ監督とか知ってたし、はい、そのことを、はい、まあ、選手には言ってなかったんですけど、でも、まあ、僕のね、気持ちとしてやっぱサポーターに支えられてきてたんで、1年間なので、やっぱそのね、優勝という形で、まあ、その移籍っていうことをしたかったので、決勝ガンバ大阪に 1-0 で、勝つことができて優勝できましたっつって、で、その時に、まあ、ロッカールームで移籍しますっていうのを選手にみんなに言って、で、その時にそのネルシーニョ監督にちょっとあのお前来いっつって呼んでもらったんですよ、はい、したらねぎらっての言葉かもしんないんですけど、はい、いや、天皇杯優勝できたのはお前のおかげだって言ってくれて、へえ、ネルシーニョ監督が、はい、いや、それはなんかすごい嬉しかった。なるほど、やっぱ選手としてね、やっぱそう言ってくれるの嬉しかったし、優勝って形でやっぱ最低限というかサポーターに返すものができたので、まあ、それはすごく自分の中で嬉しかったという。じゃあ第2位、第2位はですね、2010年、ジュビロ磐田在籍時に優勝したナビスコカップ、今でいうルヴァンカップっていう名前に変わったんですけど、ナビスコカップ優勝したのが第2位なんですけど、僕の中で試合展開としては、前半うちが先制します、で、追いつかれるんですよ、前半のうちに。で、後半入ってすぐに逆転されるんですよ、で、1-2 で負けてるんですよ。ほんでずーっと一進一退の攻防が続いて、なかなか点が取れない、このままいったらもう負けるみたいなところで、後半86分か7分かな、コーナーキック、ボールが来たのが僕がこうすらすことができて、で、前田良一がそれを決める、それで同点なんです。もう大興奮ですよ、もう終了間際だったし、そうですね、86分ですもんね、そう、はい、6分とか7分、もうギリギリだったんだけど、はい、で、それでもう同点で延長戦になりました。延長戦になったらうちら追いついてさ、気持ちも高揚してるから、はい、もうすごい乗ってたから、で、延長戦になったらまたコーナーキックから自分がこう反らしたやつを山崎選手っていう選手が押し込んでくれて、で、それで逆転して 3-2 で、そこからうちあともう2点追加するのかな、で、結果的には5対3で勝つんですよ。86分の逆転から追加点をそこまで入れたんですね。そうで、延長前半後半やって、結果5対3で優勝で、もうやっぱね、めっちゃ嬉しかったの、はい、で、なんで嬉しかったっていうのは、その当時、まあ今もかもしれないけど、そのナビスコの試合の時って代表期間が多いんですよ、大体。だからその当時代表選手だった前田良一選手、駒野雄一選手が試合に出れないのがほとんどだったんですよ。で、出れない選手たちでどうやって予選から勝ち抜いていくか。で、予選リーグも予選6試合あるんですよ。で、そこで上位2チームかなだけがこう決勝トーナメント進めるみたいな。だから普段出てない選手とかも含めてみんなで取った優勝だったから、だからもうものすごく嬉しかった。だから自分の中ではすごく記憶に残ってる優勝ですね。みんなで取ったって、チームみんなで取ったぞみたいな。それが第2位です。じゃあ第1位お願いします。第1位はですね、まあちょっとお気づきの方もいるかもしれないですし、ちょっと話したこともあるかもしれないんですけど、はい、横浜 F ・マリノス2003年ですね、奇跡の大逆転、完全優勝した、はい、それが第1位です。まあ喋ったね、これね、喋ってますね
結構再放送になりますね。そうだね、喋ったね。まあ一応あの展開を説明すると、ファーストステージ、セカンドステージ、2ステージ制だったんですよ、その当時で。ファーストステージは僕ら、その当時あの横浜 F マリノスが優勝して、セカンドステージ最終節、ジュビロ磐田が1位、鹿島アントラーズ2位、横浜 F マリノスが3位だったんですよ。で、全て勝ち点差1です。磐田と鹿島1、鹿島とうちら1でも僕らと磐田はだから2離れてるってことですね、はい、で最終節磐田とうちらが直接対決で、鹿島は別会場で浦和と試合だったんですよ、はい、でキックオフして開始早々10分でキーパーが退場しちゃうんですよ、はい、ね、あ、まあ聞いてるから反応薄いかもしれないけどそう、退場しちゃって、はい、しかも 0-1 で負けるんですよ、前半 0-1 で負けて後半になって、でも後半そう、入ってすぐうち10人なんですよ、はい、10人で追いつけるんですよ。そう、追いつくことができて、ほんでロスタイムだね、確かうちのキーパー下川さんって方だったんで、ゴールキック蹴って、で上野さんって方が競って、それが磐田の陣地に転がって大きくワンバンするんですよ。でワンバンしたのをドラゴンヘッド久保竜彦さん でそれで決勝点、はい、決勝点で大逆転で勝つんです。勝つんですけど、ハーフタイムの時にチロッと別会場で鹿島が 2-0 で勝ってるって聞いてたんですよ、チロッとね。だから終わった瞬間におっしゃー勝ったーと思ったんだけど、でもまあチャンピオンシップか、鹿島勝ってるよなと思ったら、オーロラビジョンにトニーニョ・セレーゾ監督の悲壮感漂う顔、あれ何が起こったのみたいな。そこからまさかのロスタイムに浦和が 2-2 追いつくんですよ、はい、まさかのデジャブだねこれびっくりしてます全く同じこと聞いた嫌だったフォワード編でそうだよね、はい、すいません、視聴者の皆さんすいません、同じ話ですでまあ 2-2 追いついて別会場で、でそこでホイッスルがピッピッピー、奇跡の大逆転、おっしゃーいって、もうめっちゃ嬉しかったの、はい、俺もうこれ記憶にめっちゃ残ってて、めっちゃ嬉しくて誰かに抱きつこうとしてんだけど、みんな抱きつき合ってるから誰も抱きつけないっていう、もうそれだけが鮮明に残ってて俺の中でありがとうございましたありがとうございました、はい、ありがとうございました。